こんにちは、レンタックスのゆずと申します。本日はですね、写真家の瀬尾匠さんの常設ギャラリー、横浜市の日吉にありますイメージングギャラリーグリムに来ております。はい、瀬尾さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。写真家の瀬尾匠です。瀬尾匠さんといえば、まあ、ご存知の方も、特にペンタックスユーザーさんの方多くいらっしゃるかなと思うんですけども、まあ、森の中にですね、まあ、ジムにいて、はい、車でこう乗り入れて、まあ、林道なんかを駆け回りながらですね、森の中のまあ非常にこう繊細な光だったりとかを、まあ捉えた作品を多く世に送り出していらっしゃる、はい、まあ、そういうあの写真家さんと、なっております。で、まあ、今日はですね、実はこのペンタックス K3 マーク3、はい、モノクロームをまあ、瀬尾さんが実際使ってくださったということで、うん、まあ、それを嗅ぎつけましてお話を伺いに来ております。で、瀬尾さんの、まあ、これまでの作風を見てですね、私率直に思ったことがあって、まあ、そもそもそのペンタックスのカメラで撮られた作品っていうのは、特に風景写真についてはみずみずしいグリーンだったりブルーだったりで、あとはそのまあ、力強い大地っていうんですかね、まあ、そういうそのアースカラーみたいなものの力強さ、まあ、色の深みみたいなものを、まあ、強くこう見せるような、まあ、そういう作品が多いんじゃないかなと感じてまして、で、瀬尾さんの作品を初めて拝見した時に、まあ、率直にちょっと異彩を放ってるなと思ったのを強く記憶してます。じゃあ瀬尾さんのですね、これまでの作品をご紹介しながら、はい、進めていきたいなと思います。はい、まずですね、私の代表作と、ね、なっている、まあ、森の住人という、まあ、こちらの、ね、鹿の2頭の作品なんですけれども、まあ、この作品はですね、こう長野県の森の中歩いている時にですね、ふっと見たらこの2頭が草をはんでいたんですよ。で、ですね、まあ、こう私も何も考えずにその時歩いていたので、まあ、向こうもこっちびっくりして、私もびっくりして、でも、まあ、びっくりする前にんってなる瞬間ってあるじゃないですか、うんうん、まあ、その瞬間を捉えたですね。なのでんってなってる瞬間にこっちで設定をもう全部終わらせて、自分の中でもんってなってる瞬間にこう構築してシャッターを切ったっていうのがこの作品なんですよね。なるほど。すごくこうこの作品見た時にこんなに振り向きざま撮れるって思ったんですよね。うんうん、で、やっぱりそのずっと写真を長く撮られてる方、まあ、特にこう写真で表現しながら生きてる方ってやっぱりそういうことにこうずっと力を注いでる分、うん、なんかそういう光景を引き寄せる力があるんじゃないかなって考えてるところがあって、うんうん、まさしくこう瀬尾さんもそういうことをやってのけたんだろうなっていうふうに感じさせられる一枚の作品だなって私も思ってます。ありがとうございます。ではもう一点いきましょうか。そうですね、もう一つの作品はですね、こちらですね、ブルーという作品なんですけれども、これも長野県で、出会った光景でして、実はこの作品は昼間に撮っています。実は夜こうね、電気つけてとかではなくてですね、うん、こう本当自然の条件の中で撮っていまして、まあ、周りが奥まっていて鬱蒼としているからこう光が入っていない部分と、手前だけ隆起して、隆起といいますかね、こう出っ張っていって、上の木が枯れているのでそこだけに光が入っている、まあ、そういったちょっとね、条件のところを探して撮影した一枚ですね。うん、じゃあ最後もう一点いきましょうか。じゃあもう一点は、やっぱこの秋風の通り道です。秋風の通り道です。はい。これはですね、長野県の八千穂高原という場所でですね、うんうんうん、白樺の森があるところで撮影しました。これ台風19号で一回ちょっと壊滅してしまった林道なんですけれども。その前に撮った作品ですね。奥の木は白樺の紅葉でして、そこにこうカーブの先から光が入り込んでいる。で、全体で光の階段をうまく使って立体感を出して、さらに奥行き感を出して、で、奥の木ではなくて手前にピントを持ってくることによって、人のその歩く時の視覚を、うん、まあ、視覚というか、まあ、その視線を再現して、より空間にこう没入感を与えるような構成をした一枚です。まあ、実験的な作品でもありますね。なるほど。で、まあ、こうやって作品を見ていただくと、やっぱりその瀬尾さんの作品って、まあ、本当にこう繊細なこう光を、捉えた、まあ、作画で、色についてもすごく鮮やかとかっていうよりは、本当に心に染み渡るような
本当に色についても繊細な捉え方をされていて、ありがとうございます。そこが、じっくり楽しめるっていうんですかね、本当にしげしげと眺めていて時間が経っていくみたいな、そういう静かな鑑賞ができる作風になってまして、で今回その K3 マーク3モノクロームで作品を撮られてっていうのが、正直ちょっと意外だったっていうのが あるんですよね。というのがやっぱり色っていうのが瀬尾さんの作画の中で大事な部分を占めてるんじゃないかなと思って、 それをなくしたというかですね、モノクロ専用機なので色は捉えることができなくって、載せることも朝食でモノトーンにちょっと暖色をとか寒色をとかってことはできますけど、基本的に色の概念がないカメラなのでどうなるんだろうっていうのがちょっと率直な感想でしたね。で、実際に撮っていただいて、この K3 マーク3モノクロームでモノクロ写真しか撮れないと、そんな状況で撮っていただいて率直にどうでした？ですね、まずは最初は、そのカラーから一気にこれに移るじゃないですか、はい、脳が少しバグるんですよ。結局その光の反射率とかもそうなんですけど、色のその視覚的にどの色が先に目に入ってくるかとか、そういうところも計算して、撮ってるわけじゃないですか。で、私の作品は先ほどおっしゃっていただいたように、色の深みを重視して撮ってるから、基本的な考え方としてはモノクロームに近いイメージのカラーの写真というようなイメージなんですけども、それを完全にカラーをなくしてモノクロームにしたところ、今まではこの色だったら光がこのぐらい乗ってるとこのぐらい見えてくるっていうのが通用しなくなるんですよね。なるほど。なので例えばこっちに緑のものがあって、で赤のものがあって、で光がこうやって同じように当たってるとすると、でそしたら絶対赤の方が先に見えるじゃないですか。目立ってくる。でも多少の違いはあると思うんですけども、同様に光が同じように当たってると両方ともこのモノクロームでは、ハイライトとして同じような出方をしてくる、なので、こう撮ったらこうなってしまうのかっていうのがすごく難しかったんですよね。でも、何回か撮ってるうちに、なるほど、理解 していく中で、逆にその色に縛られない開放感っていうのがすごい味わえるんですよね。結局例えば真っ昼間の中で撮ってて、すごい目立ってきちゃう色とかあるじゃないですか。でこう撮った時に、あの色があそこにあるからこの作品使いたくないなってなったりするんですけれども、そういう現場の色に左右されないで光として純粋に撮るので、だからどんな風景もより作品に落とし込みやすくなるんですよね。だからもちろん色のこの、色を重視した作品はそれはそれで、で新たに自分の中の、スタイルとして確立されたっていうようなイメージが大きいですね。なるほど。そういう手応えも感じていただいてますね。本当に色からの解放っていうところは結構あったりも、なるほど、色からの解放ですね。やっぱりそのモノクロ写真を語るときに、これ私の持論とかじゃなくて、一般論としても引き算的な発想というか、色をなくすことで、それ以外のものに集中できるってところで、例えばよくある光と影とか、そのトーンの再現だったりとか、あとその被写体の形、質感、あとこの線とかディテールとか、そういったものに、すごくこだわりやすいというか、そういう思考のシンプル化みたいな作用もあると思うんですけど、今の瀬尾さんのお話聞くと、なんか引き算っていうよりも何て言うんですかね、より深い広がりを感じたなっていうふうな印象ですね。そうですね。だから頭をより使うようになっちゃいますね。例えばね、後ろにあるこういった作品なんかも、これ緑でこう構成してるから綺麗なんですけれども、これモノクロで撮るとここら辺のバラバラになっちゃうんですよ。こうただのハイライトの塊になっちゃって、見づらくなっちゃったりするので、またこれはこれで撮り方を変えなきゃいけなかったりとか、だからそれぞれでその撮り方の本当に角度だったりとか、光の調整、ハイライトとシャドウの関係もカラーで設定する時のカスタムイメージの調整と、これで扱う時の、ハイライトとシャドウとキーとコントラストの比率がまた変わってくるんですよ。やっぱり考え方は全然カラーで撮ると違いますか？カラーでは
ハイライト上げて、うんうん、でキーを下げてってやってこの色の浮き上がりを出したい。でもこっちだとそこ浮き上がっちゃうとそこばっかり見えちゃって気持ち悪くなっちゃうから、なるほど、逆に振らないといけないとか、そういうちょっと、まあ、反対の動きをすることもあるぐらい違う動きをしなきゃいけない。なるほど。あ、すっごい頭を。そうですね、私もうんうんとかうなずいてますけど、分かった気になって多分同じことは絶対にやれないなって感じながら聞いてましたけどそうですね、まあ、ちょっと今動画ご視聴いただいている方も、まあ、実際にその撮っていただいた写真を見ながらだと、まあ、よりちょっと飲み込みやすいのかなっていうのがあるの で、ね、ちょっとそれを見ながらお話し進めていきましょうか。はい、はい、とりあえずこのあたり。そうですね、これはまあ、風景を初めて撮った時の写真ですね。あ、このケープリマッツリモノクロームで最初の、最初の、はい、本当に最初の頃といいますか、最初の何回、1回目か2回目ぐらいなんですけども、まずこう見ていただくと霧が、まあ、霧というか、まあ、そのもやというか、はい、雲というか、まあ、すごいこう浮かび上がって見えてるんですよ、うんうんうん、でこれってモノクロームだからよりこの浮かび上がり方をするんですけれども、うん、これが例えばカラーだったとしたら、はい、後ろにこう桜があったりとかするんですよ。山桜だったりとか、目を引いちゃうんですね、はい、手前にはこう青い車だったりとかいろんなのがあったりとかすると、この霧の浮かび上がり方ってしないんですよね、はい、なるほど。でもモノクロームだからこそこういう周りの空間の、うん、情報を削ってより光を浮かび上がらせることができる。ただこういう手前のこういうね、しっかりと光量が当たっちゃってる屋根とかが浮かび上がっちゃうんですよ、うんうん、あ、人工物に反射してこうちょっとハイライトが立ちすぎちゃってるっていう感じですね、はい、例えばこの屋根が青で、でも光当たってるというような状態であればそんなに目立たないんですけれども、うんうん、カラーであればこれただ光の情報になってるので浮かび上がっちゃってる、まあ、そういったところすごい気を使いながら、じゃあハイライト逆に落とさないといけない、うん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 、でもそれで浮かび上がらせるにはどうしたらいいかっていうような計算が必要になったりとかしてくるんですよね。うん、本当このね、もうありえないような繊細なね、このディティールというか、うん、最初撮った時本当鳥肌立ちましたからね。あ、そうですか、うん、確かにこの、まあ、雲霧の質感だったりですとか、あと、まあ、この森の何ですかね、光が当たってない部分のこの黒の締まりっていうんですかね、これ完全に潰れてるとかじゃなくって、ちゃんとこうシャドウのトーンが残りながら暗く沈んでいってるっていう、この感じが正直あんまり見たことないというか、やっぱりそのカラーフィルターで光を保管して色の情報を得ている今まで のデジタルカメラだと、まあ、それをまたモノトーン化して再度抜いてるっていうような処理になるので、なかなかこういう再現はできないんじゃないかなと、まあ、ちょっとやっぱりメーカー的に見てですねそういう感じ方をしてしまったんですけど、パッと見て本当にこの辺の質感の違いが明らかに違うなっていうふうにこの写真見せていただいて私も感じることができました、うん、そう、まあ、個人的な感想としてなんですけども、カラーで撮ると多分この辺りすごい飛ぶんですよね。雲のトップのハイライト、はい、雲というか、まあ、この霧の、うん、あとシャドウのところも結構つぶれが、うんうん、発生しやすいような状況なんですよ、こうやって。でこういう雲とか霧って結構飛びやすいので、でもこのカメラってすっごい粘るんですよね、うん、逆に言うとコントラストが乗りにくいっていうようなちょっとところがあるんですよ。例えばバキバキの結構モノクロームで撮られる方とかいるじゃないですか。ああいう表現というよりも滑らかなすごいこうシャドウの粘りとハイライトの粘りがすごい綺麗に出るので、そこを理解すると、そういったバキバキ、まあ、バキバキな表現も好きなので、まあ、そういう表現もできるし、飛ばさずにこう滑らかな表現もできる。なるほど。操りやすいカメラですね。なるほど。このそうそうそう捉えられている、まあ、トーンの豊かな情報っていうのが残ってるので、うんうん、まあ、それを引き出してコントラストを強めることもできるし、うんうんうん、まあ、滑らかなトーンとしてそのままリッチに楽しむこともできるっていう、そういうことですね。ありがとうございます。次
次も行きましょうか。あ、どの辺りを、この辺り、この辺りですね。そうです、まあ、ちょっと一目見てなんか水墨画じゃないですけど、うんうんうん、なんかこう墨っぽい、なんかそういうこう日本の何ですかね、芸術っていう感じがすごく、うん、感じられた一枚かなと思いましたね。そうですね、これもですね、まあ、同じようにですね、こういう光の残り方、うん、そしてこのシャドウのこの粘り方がね、うん、すごいんですよ。わかりますか、これ、こういう影の部分もちゃんとこうやって、そうですね、残ってるんですよね。ああ、確かに、ね、枝葉の感じとかがちゃんと暗部にも残ってますね、うん、だからそのなんていうんですかね、 K3 Mark III の特徴を残しながら、さらにそこにモノクローム専用機っていう独自の癖といいますか、その、うんうん、ね、が入ることによって、めちゃくちゃ美しい描写にこうさらにこうグレードが上がってるようなイメージです。だから、うんうんうん、これね、木々の間のこの何ていうか、こう霧の陰影、そうですね、この絵で描かないと出ないようなその描写がすごい綺麗に出てるんですよ、うんうんうん、これってカラーをモノクロにすると出にくいというか、なかなか出ないんですよね。ただ白いもやがかかってるって感じじゃなくて、うん、濃淡がちゃんと残ってる感じですね。そうなんですよ、こうやってちゃんと描いたような、うんうん、その場所の本当にリアルをよりこう見やすく伝えてくれるような、そんな見せ方をしてくれるなぁと思いましたね。これ、なるほど。あと例えばどういうのがっていうのありますか。そうですね、縦位置で動物さんがいる、あ、それですね、鹿さんですね、はい、この鹿さんはですね、もう本当に夕暮れといいますか、日が落ちる直前に出てきまして、この子たちもですね、もう手持ちで、もうこのまあだいぶ暗くなっちゃった中で撮ってるんですけれども、うん、まあこの動物の浮かび上がり方とか、そういったところもやはりこうね、綺麗に出てるんですよね。なるほど、うん、でこの特に動物もなんですけど、後ろのこの木々の一番後ろの森の頭の部分とかのこのボケ方だったりとか、うんうん、その何ていうんですかね、シャドウからハイライトに溶ける様子、うんうん、この微妙な輪郭ですね。なるほど、そういったところとかはね、とてもやはり美しいなと思ったりもしますし、あとこの一枚を見た時に、そのおそらくそのカラーで撮る時にはこの鹿さんのですね、こう毛の色、うんうんうん、明るさだったりとか、ここをまあちゃんと残すようなその明るさ、露出に合わせて撮るんじゃないかなと思うんですけど、うんうんうん、この1枚はどちらかというと、そのむしろこう黒い要素として配置してる感じがしてですね、うんうんうん、この緑が色がなくて、まあ、グレーのいろんなこう深いトーンがつながってるんですけど、その中にこう点々と黒い動物がいて、うんうんうん、なんかそれが、まあ、多分その光の捉え方、その露出のつかみ方なんかもカラーの写真で撮られる時と異なるんじゃないかなって、なんかいろいろとこう想像させられる写真だったなと思いますね、うんうんうん、実際どうですか、カラーで撮る時と、まあ、カメラ その設定としてのその露出の詰め方とかって明らかに違うものですか。まあ撮りたいイメージは同じなんですよ、うんうん、まあその根本的な光のイメージっていうんですかね、うん、ただやはりその設定の仕方は変わってきますね。なるほど、うん、だからまあ彼らも色がついてれば勝手に残ってくれるところは、うんうんうん、色がないと潰れに見えたりとか、はい、逆に見えすぎてしまったりとかすることもあるんですけども、まあ今おっしゃられたように、この作品の中で彼らを配置するにあたって、カラーだったらもうちょっとこういうふうに撮っていたけれども、うんうん、モノクロームなので、この空間の中にあるそのさっきのまあ、黒の配置としてどういうふうにやったら美しく見えるか、立体的に見えるか、そしてこの瞬間をどういうふうに印象的に見せられるかをやっぱ計算して撮る。あとはやっぱりこの色がないので、後ろの例えばこの奥の森の部分と手前の鹿の部分の濃さが一緒になるじゃないですか、それが難しくて、あ、なるほど、そう、この子たちも白の部分に配置しているから見えてるんですけれども、
これ例えばこの木の前とかにいたら、まあ、いる子一頭ぐらいいるんですけど全く見えないんですよね。なるほど、まあ、そういうところの色で色がついている状態であれば絶対見えてるけども、うんうんうん、もうただの影と影のぶつかり合いになっちゃったりするので、そういうのでもその光の調整の仕方とかは結構変わってきたりとか難しいですね。じゃあ明暗をそうやってきちんと見せるためにはそのアングルで引き立つような、そう、まあ、構図の取り方とかも気を使って、うん、まあ、これが成り立っていると。はあ、それがすごい難しいですね。いろいろやってますね。そう、だから本当にこう被写体がいてカラーだったら絶対綺麗に浮かび上がってるのに、はい、実際撮ったら後ろとあの光の濃度が一緒だからもう全部こう重なってる、で沈んじゃったっていうこともあったりとかするので、それ鹿とかもそうなんですけども、うんうんうん、あ、なるほどなって。だからまあ彼らはこう森に入っても何ですかね、他の動物から見つかりにくいんだなとか思いながら、いろいろとね、いろんな観点から獲物見れるようになったりもするんですけど、そう、だからまあ光の情報としてどうやって見るかっていうところにすごい着目することが多くなりました。ありがとうございます。ちなみにあの瀬尾さん、なんか今あの3枚ほど作品紹介していただきましたけど、うんうんうん、ご自身でこれをちょっと見せておきたいっていうものありますか？そうですね、ちょっと2枚ほど、はい、まあ、これなんかは森の作品の、まあ、林道じゃないですけども、うんうん、森のいつものイメージ、いつもの自分の作品のイメージにより近い作品が撮れたなっていうような1枚ですね。この、まあ、シャドウの出方からハイライトまでの出方で、ハイライトもこれ基本的に飛ばさずに色がない中での遠近感の出し方を一つ、あの、まあ、自分の中で習得した1枚かな。なるほど、あ、確かに確かに、この奥に向かって光とかでこうグラデーションが続いていて、これで奥行きというか、うん、それを出している。そう、これあの色がついてると結構楽なんですよ。なるほど、まあ、下がこう、ね、茶色のこう木の、ね、なんていうんですかね、滑り止めがあって、うんうん、で周りに緑があったりとかね、いろんなものが情報があって遠近感を出していくっていうのが基本的なんですけども、まあ、あの今までのモノクロをねカラー機で撮ったことありますけど遊び程度だったので、じゃあどうやって光だけの情報であのこの奥行き感を出すかっていった時の、うん、初めて自分であの納得した1枚といいますか、うんうん、ですね、これは。なるほど、これはもうあのスクール中に撮った写真。あ、そうなんですか。ちょっとでこれもまた水の出方が面白いんですよね。わ、うんうん、かりますか。結構水ってもっと存在感あるじゃないですか、うんうんうん、でもこれってなんかこうなんて言うんだろう、なんて言えばいいのかわかんないけど、こうめちゃくちゃ綺麗なこの光っていうんですかね、ふわーっとこう間接照明を当てたような光のイメージになってるんですよ、はいはい、優しい。これもなかなか見たことのない表現だなと思って。そうですね、このやっぱ水面のこのグレーのトーンがすごく綺麗だなと思って、うん、で、まあ、これが、まあ、あんまり比較するのもあれですけど、そのカラーの写真だと水のその濁り方とか、うんうんうん、まあ、例えば濁った緑色なのか、なんとなく綺麗な青色なのかとかで印象全然変わってくると思うんですけど、このグレーのトーンでまとまっていることがなんか単純に美しいなって感じさせてくれるのかなって思いましたね。そうなんですよね、そういうシチュエーション、これめちゃくちゃ濁ってるんですよ。濁ってるんですね、うん、めちゃくちゃ濁っててもう抹茶茶なんですよ。なるほど、でもそういうシチュエーションも光で見るとすごい美しいんですよね、うんうんうん、そう、だからそういうところもそのモノクロームならでは。なるほど、だからカラーで撮ったらもうただ濁った濁流の川だったりとかするわけです、はい、ここももう増水しちゃって大変でいつもだったら撮らないようなところなんですけど、うんうんうん、モノクロームにしてみたところすごい滑らかな光のトーンがこう見えてくると。そうですね、発見ですよね。そうですね、この木の葉の何ですかね、光具合とかもすごく細かく違いがあって、なんかその自然のライティングっていうか、うんうんうん、それのこう妙がすごくこう一枚に表れてるなっていうふうに思いましたね。で、まあ、こういう手前の枝だったりとか、はい、そういうのもすごい機能してくれるので、うんうんうん、まあ、そういったところがやはりこのモノクロームっていうものの面白さかなと。なるほど、うん、思いますね。ありがとうございます。いや本当に見応えのある作品を見せていただいて嬉しいです。ありがとうございます。まあ、削りマーク3モノクローム、このモノクロ専用の一眼レフカメラで撮影をされて、
まあ、非常にこう新しい発見があったと、まあ、そういう感触ですかね。そうですね、まあ、やっぱりその、まあ、最初使い始めの時に、はい、まあ、どうしてもカラーからモノクロに頭を変換させるのに手間取った瞬間があったわけですよ、はい、でそうなった時に、まあ、何をしたかと言いますと、まず自分の作品をモノクロ機で撮ってみるんですよ。あ、ご自身の作品を。そう、あの結局今目の前ではこういう色でこういう表現をしていると、はい、自分は、はい、でもそれがモノクロになった時どうなってしまうのかっていうのを頭に入れようと思ったんですね。なるほど。あの例えば鹿の作品とか、ね、秋風とかもそうですけども、モノクロで撮った時に実はすごいこう光がうるさくなってしまうんじゃないかとか、うん、逆にこう沈んじゃうんじゃないかとか、そういうのとかも検証したかったので、まず自分の作品を、まあ、あのまあちょっと、まあ、私の場合はねこうプリントがあるので、はい、プリント撮ってみたりとかして、うんうん、その光の出方を比べたり。はあ、なるほど。あとはあの面白い話ですね。そうそうそう、それやるとですね、はい、結構自分の中での作品性を統一化できるんですよ、ね、そうですね、そういうことですよね。だから生の世界を撮ってると、まあ、あくまで元々のその、うんうん、まあ、色だったりとかっていうものを、まあ、どうモノクロでモノクロ専用機が捉えるかって話になっちゃうのが、うん、まあ、瀬尾さんの色表現の世界を撮ることによって、うんうん、それがどう変換されるかって話になる。そうそうそう、ああ、天才です。いや、わかんないけど。でも実際にその、はい、やっぱモノクロで撮ったとしても、はい、それは私の作品なんですよ、うんうんうん、でやっぱその私なんかもこう販売するじゃないですか、はい、でそういった時においてもあの私の作品じゃないとダメなんですよ、うん、その作品が、はい、やっぱ世界観として統一されているところが、まあ、もちろんねあの差別化はしてるんですけども、うん、やっぱ私の作品として成立していないといけない、はい、そうなった時の世界観の統一化を図るためにやっぱりその作品、まあまあ、作品から色を抜くようなイメージですよね、はい、でそうなった時の比べをしたりとか、あと2つ並べて撮ってみるでもいいですし、うんうんうん、あのカラーとモノクロームで、まあ、そういうのとかやったりとか、うん、って感じですかね。これは面白い話で、だからご自身の作風がある方は、まあ、ぜひ瀬尾さんが試されているような、うん、ご自身の作風をあの、まあ、プリントしたものでも、そうそう、まあ、カラープリントでもいいので、そうですね、それを撮ってみて、まあ、それがどう出るかっていうところから掴んでいただくと、うんうんうん、まあ、このカメラのアウトプットの、ね、まあ、癖というか特徴が掴みやすいかなと、うん、ぜひ試してみてください、はい、ぜひ。さっきあの瀬尾さんがあの、うんうん、ご自身の作品としてこのモノクロ専用機で撮るときにやっぱり統一感を持たせるために、うんうん、あのご自身のカラーの作品を撮って、はい、これがどう出るかっていう試行錯誤をされたって話があって、うん、こう作品にするっていう前提でこう使っていただけたんだなってことが、まあ、すごくありがたいなと思ってですね、なんかその辺についてお話伺ったりできますか、ね、うんうん、そうですね、まず、まあ、今までも私も、まあ、カラーのカメラでですね、まあ、モノクロにして撮ったりとかして、まあほぼ遊び半分だったりとか、うんうん、まあこれどういう風になるのかなというふうに撮ったりとか、まあ、あと赤外線風とかいろんなのあるじゃないですか、あ、はい、でまあやってたんですけども、まあ、それを私なんかこうね、作品として販売する人間なので、そのカラーで撮った写真、カラーのカメラで撮ったモノクロの写真を作品として販売しようと思わなかったんですよ。それであれば、まあ、それも人それぞれだとは思うんですけど、私の場合はそっちであればカラーの方がクオリティが高いので、はい、結局カラーで撮った方が銀の星だったりとか、うんうん、自分の色の表現を追求した方がいいだろうということで、うんうん、モノクロームでの作品販売はしなかったんですけども、ただこれを手に取って撮った時写真を撮った時にそのディティールの出方だったりとかトーン、そして光だったりとか、今までのそのカラーのカラーフィルターが入ってるカメラでは出せないような表情を見せてくれたんですね。まあそのだからこうカラーでは撮れない世界観、カラーのカメラでは撮れないであろう世界観を持っているカメラなんですよ。だからそこで初めて、あ、このカメラで撮ったモノクロームの写真を自分の作品として販売したいっていうような思いがそこで初めて芽生えましたね。結局それに
まあ、こんな言い方してはあれですけども、それに見合うだけのものをしっかり持ってる作品として、私の作品は言ってしまえばあの超高価格帯と言えるようなものもあるんですけれども、そこにしっかりと並んでくれるだけのレベルをこう出してくれるカメラなんですよね。いや、その繊細な描写だったりとか、むしろこう今までこう撮りたかったんだ、でもこう撮れなかったっていうようなところにも手が届く、あのそのカラーというものをなくしたことによって、あ、やっとこういうふうに撮れたよっていうようなところもあのしっかりと出してくれたんですよ、うんうん、だから自分の世界観をより広げてくれて、選択肢をこう与えてくれたカメラかなとも思います。そこまで思っていただけると、そうそう、だからね、非常にありがたいです。最初超戸惑ったんですけども、はい、どうやって撮ったらいいかなとか、うんうん、ね、でもその中でやはりこうどん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 仲良くなっていって、このカメラと、うんうん、自分の世界観 の, あの今までの、継承しつつ新しい要素を加えて、自分の出したかった表現をさらに追加することができるようになったカメラですね。なるほど、ありがとうございます。いいお話が聞けたので、まあちょっと今のお話の流れで、あの瀬尾さんは何かこうモノクロ機を使うことで、まあ、いいものがつかめたと、うんうんうん、まあ、その感覚から最後にちょっと締めの一言として、この動画をご視聴いただいている方に向けてですね、はい、あのまあ、メッセージというかまあこうですよとか、そうですね、あの別に買ってくださいって言わなくてもいいですよ、うん、あの瀬尾さんの言葉でいただければな、はい、まずですね、この K3 Mark III モノクロームを手に取って、初めて取っ、ね、あの使った時、多分皆さん結構、ね、戸惑うと思うんですよ、うん、ね、どうやって撮るのかな。でもそれをすごい楽しめるカメラですね。で、ね、もちろん簡単に買える価格じゃないかもしれないんですけれども、買って後悔することは絶対ないと思います。で、新しい世界、自分の見たことないような世界をこれが教えてくれるということもあるので、だから本当にこうね、私も今使ってますけれども、あのやっぱり手放すことのできない、そんなあの特別な存在なカメラだと思いますので、ぜひあのね、私としては使ってみてほしいと思います。ありがとうございます、はい、強いメッセージありがとうございました。はい、そうですね、これは本当にもういいカメラです。ありがとうございます。大好きですね。あの、まあ、今ご紹介いただいた作品も、うんうん、まあ、含んだり含まなかったりだと思うんですけども、6月の21日から、はい、21でしたっけ、21日の水曜日から、失礼しました、はい、このイメージングギャラリーグリームで瀬尾さんの K3 Mark III モノクロームで撮られた作品の展示が始まるということで、うん、あのぜひあの、ま、非常にこだわり尽くした、ま、プリント展示で、この作品を楽しんでいただけますので、うん、ま、ぜひあの足を運べる方はそちらでもあの楽しんでいただけたらと思いますので、出してください。よろしくお願いします。この辺に出してください。この辺に出していただいてね、はい、では、ま、だいぶいろんなお話も聞いたのであの今回はこの辺りにして終了にしたいなというふうに思います、はい、では、瀬尾さん、本日はどうもありがとうございます。ご視聴いただき皆様誠にありがとうございました。ありがとうございました。